ここからは空をリポート空リポ、気象予報士の田中理央さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、はい、今日の新潟市はずっとこうどんよりした空で、はい、かなり蒸し暑かったですね。そうですね、はい、それもそのはずですね、おととい土曜日に新潟県が含まれる北陸地方で梅雨入りの発表がありました。はい、去年より13日遅く、平年より11日遅い雨の季節の到来となりました。はい、そしてですね、梅雨入り早々、週末から、今日にかけて大雨となったところもありました。さて、明日の県内は変わりやすい天気となりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日県内付近は湿った空気が集まりやすい気圧の谷となりますので、雲が広がりやすく雨の降る時間帯もありそうです。では明日の天気の移り変わりを見ていきましょう。こちらが明日の朝6時の予想です。朝上中越ではよく晴れる一方で、下越や佐渡では雨の降るところがありそうです。はい、で動かして見ていきますと、日中も晴れの表示と雨の表示が混在していまして、変わりやすい天気となるでしょう。で夜遅くにはこのように雨の表示はなくなりますけれども、お帰りの時間帯頃まではにわか雨にご注意ください。明日は折りたたみ傘があると安心ですかね。はい、そうですね。はい、でまた明日も、蒸し暑くなりそうですから、熱中症や食品の管理には注意をするようにしてください。